猿ヒ彦大臣猿ヒ彦を祀る猿ヒ彦神社、猿ヒ彦の神、または猿ヒ彦の神は、日本神話に登場する神。古事記では、猿ヒ彦神、猿ヒ彦大臣、猿ヒ彦の大神、日本書紀では猿ヒ彦命と表記される。古事記及び、日本書紀の天孫降臨の段に登場する。 天孫降臨の際に、天テラス大御家に使わされた、ニニギ命を道案内した国津神。伊勢国伊鈴川のほとりに鎮座したとされ、中世には、後進信仰や道祖神と結びついた。ニニギ命が天下りしようとした時、天の八幡に立って、高間ヶ原から、吉原、中国までを照らす神がいた。日本書期では、その神の花の長さは七あた、背の長さは七尺。 目が、ヤタカガミのように、また赤三ビシオのように照り輝いているという、姿であった。そこで、アマテラスオオミカとタカギガミはアマノウズメの命に、その神のもとへ行って誰であるか尋ねるよう命じた。その神が、国つ神のサルタヒコガミで、ニニギイノチラの先導をしようと迎えに来た。ニニギイノチラが無事に、吉原、中国に着くと、ニニギイノチはアマノウズメの命に、 その名を明らかにしたのだから、サルタヒコ神を送り届けて、その名前をつけて、使えるようにと言った。そこで天のうずめの命は、サルメノ君と呼ばれるようになったという。なお、日本初期では、サルタヒコが天のうずめ命に自分を送り届けるように、頼んだとなっている。サルタヒコ神は故郷である、伊勢国の伊豆津川の川上へ帰った。サルタヒコ神は、伊勢のアジの海で漁をしていたとき、 平らおっとに手を挟まれ、溺れる。この際海に沈んでいるときに、程度久さしみ玉ま、さるたが吐いた息の泡が昇るときに、ドフタとみたが水面で引けるときに、泡わくみ玉というみ柱の神が生まれた。この時に、海中で溺れた際に生じた泡のみ柱の神は、あさ神社に現在は、ちんされている。やまとひめきによれば、やまとひが、 アマテラス大臣を祀るのにふさわしい地を求めて、諸国を巡っていたとき、サルタヒコの子孫である、大の命が、山和姫命を先導して伊鈴川の川上一帯を、献上したとされている。大の命の子孫は、宇治床と称し、代々伊勢神宮の玉串、大内人に任じられた。椿大臣社の社殿によると、伊勢のあじゃかにて溺れた際に命を落とし、後に、 同神社の鉱山毒神五両に葬られたとされており、これが猿田彦命の五陵とされている。また、二見置玉神社の遺書書によれば同神社の境内の海中に位置する置玉神石は、天孫降臨の際に猿田彦が降り立たれた神石であると伝えられている。天狗面を被った猿田彦役面係、行列、日本書記には、天の渦目の人は胸血をあらわにし、もひもを、 へその下に垂らしたとあるので、性的な所作を持って相対したことになる。神話では二神が結婚したと伝えられている。花鳥七あた、世鳥七尺という記述から、天狗の原型とする説がある。天地を照らす神ということから、アマテラス大臣以前に伊勢で信仰されていた太陽神だったとする説もある。その異形な風貌から、赤花の天狗とされるが、仏教、 特に密教系のカラス天狗と混同されやすい。三重県鈴鹿市の椿大神社、三重県伊勢市宇治浦田の猿田彦神社が猿田彦を祭る神社として名高い。また、祭礼の御子と御の際、天狗面を被った猿田彦役の者が先導をすることがある。他にも滋賀県高島市の白髭神社の祭神とされたことから、白髭明神の名でも全国各地に祀られている。 また子孫である、王体の地、内宮の北間神とも同一視される。さらに、江戸時代に入って、猿の音から、後神皇と結びつけられたほか、水下神道では、導きの神として、神道の教祖とされる。他にも、愛気道の海祖、上芝森平の建てた豪気神社では、森平の守護神とされる祭神である。様々な神格を持つ。こうしたことから近年は、 謎の神として、鎌田東二などの学者にクローズアップされている。鎌田は、猿田彦と雨の渦詰めの共同を国つかみである。猿田彦の裏切りではなく、新しい日本の体制を開くための和睦と解釈し、猿田彦を、日本的冷静の現像と捉えている。日立国の住人に、猿田氏があり、猿田彦の末裔であるとされる。前述の椿大臣者と猿田彦神社の宮司も共に、 古くから、猿ヒ彦の新村と称する。現代でも、小説や漫画などの創作物の登場人物として、用いられる。例えば、手塚治虫の火の鳥シリーズには、猿タもしくは、猿ヒ彦という人物が多く登場する。それらの多くが、花が大きいという身体的特徴を持っている。神社では、スケフトミコ大臣となっており、母は、 新婚命のこの殻たちタスクカビメイノチ、カガノクグリドで生まれたと、出雲国風土記にある。天孫降臨の際に道案内をしたということから、道の神、旅人の神とされるようになり、道祖神と同一視された。そのため、全国各地で祭の神、道祖神が、サルタヒコ人として祀られている。この場合、妻とされる天のノ目の人と共に祀られるのが、通例である。 日本的冷静を問い直す蒲田東に、千葉大学公共研究第3巻第1号。ありがとうございます。